昨シーズンリーツアシスト、そして注目選手フェルプス、ここにナルシスがダンク。3週間ぶり、今シーズン2度目のマッチです。ナルシスがボールをキャッチ、2人に囲まれています。金本からのトシノはスリーを選択した。そして愛媛はこの長谷川、バスケットカウント、見事な連携プレーです。現在3得点のフルノです。スリーも狙える位置、そしてフェルプスはここをアシストしていく。バロンマーケルです。叩きつけながら時間を過ごしていきます。残り10秒、ここは自ら行くドライブ、仕掛けてバスケットカウント。長谷川から越野、ここはドライブ、長い手があったぞ、エンドワン。ヘイモンドが苦しみながら打ったところ、ここを仲間がフォローするという。司令塔、今日はこのフルノを長く使うところ、フェルプス。外国籍が少ない状況で臨んでいる神戸ストークス、それともアウェーの連戦、勝ち続けたい思い。長谷川、これで長谷川5得点。この足が自慢です。昨シーズンは B3 金沢でプレーしていました。おっと、ここでアリウープが生まれました。ジャバリナルシス